ありがとうございます。そしたらね、今日は津山ヒノキの紹介をしていきたいと思います。1194番です。こんな感じ。いいですね。差し枝がすごく印象的な木ですね。で、樹高も15センぐらいかなと思います。根元針金がね、まだかかったかまあ、まあ、というより、これね、仕入れてきてすぐに針金かけたんですよ。やり直してちょっとわさわさとなってたんでね。でまあ、その状態のまま、送ることになるかなと、買っていただいた方はね、と思います。はい、1194番でした。はい、これが1195番ですね。相関になってますね。2本出ています。まあ面白いと思うのでぜひね、作っていただけたらというふうに思います。よいしょ。ここはね、2本出てて、こっち側に1本と、でこっち側に1個と、でこっちにもあんねんけど、これね、ちょっとここ外したらこう2本で分かれるから、それはそれで面白いかなと思ってみたりもしますね。これ外した方がいいかもしれない。まあそれはもう買われた方のね、判断で好きなように触っていただいたらいいと思います。根元こんな感じでぐっと盛り上がってきてますが、幹もね、だいぶ荒れ始めております。いい木ですよ。はい、でこれが1196番ですね。だからこっちが正面かな。よいしょ。こんなんですね。キュッと歯がね、よく詰まってますね。で、まあ、下から見るとこんな感じで、まあ、しっかりしてます。で、幹も荒れ始めてますね。この辺まで根張りが出てきてて、ちょっとね、端の方から来てるので、おそらくこう立ってたやつを根かして植えたんかなと思うので、今度植え替えするときにはね、ちょっとこの辺削るなりして、角度を調整しながらやっていったらいいかなという形ではありますが、いいですね、これ。しっかりしてます。1196番です。はい、こちら1197番ですね。こういう木です。まあ樹高もね、大体みんな同じぐらいなんですが、15から18の間ぐらいだと思います。これ太いですね。これは根元が結構太い。こんだけあるからね、2線3線あるんじゃない。いいですよ、このサイズでね、この太さでね。で、葉もよく詰まってるんで、いいですね。下の方から結構枝出てるんで、これは面白いな。これいいな。これいいと思います。なのでね、もしよかったら言ってください。今日の4つ紹介いたしました。でね、詳細はね、また下の説明欄の方にリンク貼っときますので、そちらからまた見ていただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。